高タンパク質食のことについてお話ししたいと思います。高タンパク、超高タンパクに、まあ、昨日、おとといとしていたんですよ。で、おとといの動画を昨日上げたんですけれども、まあ、高タンパクにして何が変わったのかということをお話しします。これ前にも高タンパクをやったことがあるんですよ。それはもう1ヶ月ぐらい続けたかな。超高タンパクにして、大体ね、1日のタンパク質量で言えば、250〜300ぐらいを常にとっていたというのをしていたんですよ。で、その結果ですね、まあ、やり始めた時は、すごく体が締まってきたという感じがあったのを覚えてます。で、1ヶ月ぐらい経っていく、まあ、最後ら辺にかけて、ちょっと太ってきているというか、高タンパク質食の効用が得られなくなってきたという感覚がありました。うん、だからそこはまたホメオスタシスだと思ってまた切り替えて、ケトジェニックとかにしたらまたちょっと代謝に揺さぶりかかって体脂肪が減ったということがあったんですよ。で今回、またねケトジェニックをやっていた3日前までねやっていたんですけど、少しまた代謝が停滞してきたかなと思ったから超高タンパクにしてみたんですね。昨日と一昨日やってみた感想なんですけど、とにかくお腹がね減りづらくなりました。かなり本能的な食欲で自分は食べるようにしているといつも言ってるんですけど、それが湧かないんですよね。あんまり一昨日、一昨日かは、まあ、練習とあと走ることもしていたんですけれども、2500キロカロリーぐらいだったんですよ。ということは足りないんですよね。足りないんですけど、まあ、とにかくお腹が空きにくくなってたんですよね。で体重もねちょっと、まあ、もちろん下がっているという感じで、締まっている感じも少ししているという感じなんですよね。だから超高タンパク質食にするとやっぱり食欲が少し落ちて、それがまあそのまんまカロリー量が下がるわけだから、まあ体重が減るという感じの感覚ですねになりました。でタンパク質をたくさん摂りすぎるとあまりよろしくないというふうに言われていることはあると思うんですけど、それぶっちゃけ本当に摂りすぎれば太るとか体に悪いっていうことはあるのかもしれないんですけど、自分がやってるレベルですよ。だから超高タンパク、体重のね、自分60何キロだから60キロぐらいと計算して、4倍から5倍ぐらいと、病気になってない、まあ、病気っていうのは長期的になるから分かんないけど、でも、とりあえずは問題なさそうだなという感覚はあります。それは自分の体だけじゃなくて、他のなんかいろんなものを調べた結果でも、腎臓に悪いとかって言われてる、腎臓に悪い、肝臓に悪いっていう風に言われているのは、腎臓とか肝臓に疾患がある人とかだったりすれば、高タンパクにすると、またね、その負担がかかって悪い弊害が出たというデータがあるらしいんですけど、健常人がタンパク質を摂りすぎて何か悪い弊害が出たと。悪い弊害というか弊害が出たという、報告はないということなんですよ。だからそんなにねめちゃくちゃ食いすぎなければ、本当に今250から300って自分言いましたけど、400とか500とか600とかっていう風に自分の体でね取りすぎなければ、まあそこまで問題なさそうだという感じですね。タンパク質を取りすぎて太るということはもちろんあるかもしれないんですけど、それはカロリー量が上がって太るという形になってしまうだけだから、そのカロリーは変えずにその PFC バランスですね、そのタンパク質と、脂質と炭水化物の部分を少し減らして、どちらかをタンパク質量を上げればその分痩せるということになります。それはなぜかって言ったら、まあ、タンパク質には、食事誘発性熱産生というものがあって、食べてるだけで、まあ、そのエネルギーを発生するという感じ。それが、まあ、大体ですけど、10% とか 12% というふうに言われていて、まあ、糖質とか脂質だとすると 4% っていうふうに言われてるんですよ。食べたものが勝手にエネルギーを消費してくれるパーセンテージがっていうことなんですけど、食べただけでカロリーっていうか、そのエネルギーを消費しやすくなるというタンパク質を多く食べれば、それを変換すると、交換するとすれば、痩せるというところに繋がってくると思うんですよ。エネルギーを無駄に勝手に使ってくれるわけですから。だから超高タンパクというのは、やっぱり基本的に痩せるのかなというふうに思います。とにかくですね、超高タンパクにしたら食事する量が減った、だ食欲が減ったという感じになって、代謝に揺さぶりかかってる。で冒頭にも言ったように、これが長くやりすぎると自分はまたホメオスタシスによって、ちょっとね代謝が悪くなったりするということがあると思うので、この超高タンパクはと今ね何日間かはやろうかなとは思ってるんですけど、その体の具合とか体調を見ながら変化させていくというふうにしたいと思っています。
まあ今日はそんなこう、タンパク質のお話でした。終わりです。ありがとうございました。